ということで、この地方発見録、五線紙編ですね。まあ、今回の五線紙編は、オープニングでもお伝えさせてもらったように3つの部門に分けてご案内していくということで、ニット部門、大分この2つ目の部門がですね、やはり五線といえば、ニット、そしてまた農業、この2つの、産業が主要産業ということですので、今この農業で若手でですね、今担い手さんとして頑張っている人たちにちょっとスポット当てたいなと。で、今回この農業部門、五線紙編のですね、農業部門でこう地域ナビゲーターを、今回担ってくれる大湊さんという方のところに今到着したところなので、ぜひ今から会いに行きたいと思います。では行ってきます。はい、ということで今回座らせていただいておりますけども、この先ほどもお伝えしましたこの五線紙編の、農業部門、今回地域ナビゲートを務めていただく大湊さんです。よろしくお願いします。はい、五線紙で、農業して、約3年になります、大湊と申します。もともとうちの農家は、切り花がメインで、やってまして、チューリップの花とかあと百合の花とかを作ったんですけど、私が入ってから、野菜をいろいろと作り始めて、今後ろにもある、里芋だったり、あとカブだったり小松菜だったり、ちょっといろんなことに挑戦していこうかなということで今ここを出しているところで、大湊さんの働かれている農場ですか、はい、で里芋掘りをですね、そうですね、はい、ちょっと僕も少しさせていただいたんですけど、なかなか里芋は、普通のお芋さんと違って、結構な重労働ですね。そうですね、結構やっぱり重いじゃないですか、一つこういう風になってそうですね、やっぱ土が、他の作物と違って、やっぱ土のつく量も多いので、その分作物の重さと土の重さがやっぱ合わさると、もう10キロ、大きいのは20キロとかなるんで、あれをもう何回も取るとなると、僕もやっぱやり始めて2年ぐらいなんですけど、最初はもう全然余裕じゃんなんて思ったんですけど、やっぱ何個毎日毎日やってると大変ですよね。でまたこう取っていくじゃないですか、お芋さんをこう、あれがまた結構そのパッと取れるやつもあれば、結構もうグッグッと取れないやつもあってね、こういう工具使ってね、やったりもするんですよね、でもともと切り花っていうのは、あんまり僕はちょっと認識がないんですけど、お花を、いわゆる球根から育てるんです。そうです、もともと球根から育てて、でもう花のつぼみがつく頃まで育ったら収穫を行って、でそこから市場の方に、でいろいろ使う用途はいろいろあるんですけども、そうか、お花もそうですよね、やっぱりお花屋さんで僕ら見るだけなんで、そうですね、そういう農家さんがお花を作られて、出荷して僕らの手元に届くっていうことですもんね、やっぱメインはもう切り花、そうですね、今はやっぱり切り花をメインでやってます。その切り花に使う球根自体の栽培も、結構面積でいうと、シェア率が高いぐらいではやってますね。でその球根自体も、自分のところの切り花に使うものもあれば、球根自体を出荷して他の切り花農家さん向けに要は球根も育てていく。そうか、そうか、農家さんも球根からじゃなくて、いわゆる球根になるまでも、そうです、大湊さんはやられてるけど、球根からやる農家さんもいるわけで、そうですね、大湊さんのところはこの球根までも作って、球根からも作る、そうです、そうです、切り花の球根を購入される方もいます。それと、あとホームセンターとかも行ったりすると球根も売ってるじゃないですか、そういう球根にも流通してたり、家庭菜園とかもともと皆さんのところのご実家というか、はもう何代ぐらいなんですか、農家さんというのは。農家で僕で3代目になります、おじいさん。そうですね、僕のおじいちゃんが農家さんで、そうなんや、今はいくつでした。今34歳。34か、この言ってももう34年生きてこられてて、ちょっとこうこの農家に至るまでの、簡単でいいですか。小学校から説明すると、小学生で、でスポーツもいくつかやってて、バスケットボールと、あと野球ですね。一応うちの
まあ、地元の学校って結構何個もスポーツやる子が多くて、はい、もうそれがな当たり前の学校だったりしたんで、まあ、野球とバスケやってまして、うん、で、まあ、中学上がってから、まあ、ちょっと違うことやりたいなって思って、はいはいはい、で、もともと長距離が得意だったので、マラソンとか短距離よりも長距離が得意だったんで、ちょっと陸上やってみたいなって、はい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 、陸上部に、まあ、3年間入りまして、で、まあ、高校は、まあ、いろいろと、まあ、正直な話、こう行きたい高校も本当はなかったんですけど、あ、まあ、工業高校に入りまして、はいはいはい、まあ、ちょっとあの機械関係の勉強をするということで、うん、意外と自分の中でも、こう電子機器っていうか得意な部分ではあったので、はいはい、ちょっと面白そうだなみたいなのがあって、まあ、工業高校3年間勤めてから、もともとちょっとお金もアルバイトとかしてて、はいはい、自分のお金でなんとかこう生活したいみたいな、で好きなものを買いたいっていう思いもあったので、もうすぐ就職したいなっていうのが決めたところで、で何かいいとこないかなっていうところがあって、たまたまパチンコ屋さんのこう求人があって、で、まあ、18歳からっていうことで、はいはいはい、なんか知らない世界っていうことで興味もあったんですよね、いろいろと。なので、まあ、ちょっとパチンコ屋さんに入って、はい、まあ、そこでもうずっと14年ぐらい勤めてて、まあ、いろいろ転勤しながら、まあ、新潟以外のところにも行ったりして、で最後東京の方に2年間いて、でなぜ農家やるみたいな、僕ももともとうちの仕事を継ぐつもりじゃなかったんですけど、そうなんや、ね、長男さんだよ、そうです、長男です、そうなんや、はい、なかったんですけども、まあ、なぜかこう、まあ、パチンコ屋さんに勤めてた同僚が転勤になるっていう時に、うん、まあ、うちで使ってた切り花を使おうと、で、まあ、花屋さんで買うよりも安いし、あ、なるほど、オリジナル感出るかなーなんて思ってこう、うんうんうん、チューリップの花を渡して、はい、で後からその人に、うん、花ってすごいねみたいなあんなこう見せるだけで咲くんだねみたいな、はい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 、すごい感動されて言われて、あとこういう仕事ってすごい素晴らしいことなんだなと思って、人を感動させるじゃないですけど、 ね、それをもうストレートに受けたんで、なんかすごい仕事なんだなと思って、ちょっとそこから農業に目覚めて、まあ、それまでも、まあ、21の時に結婚して、うんうんうん、あのまあ、ずっとパチンコ屋さんの時も結婚してから、まあ、農業入る時になかなか、まあ、厳しいっていうふうに言われてて、あ、まあ、正直賛成はうちの奥さんはしてなかったんですけど、あ、まあね、女性はやっぱりこう現実的なことも考えるかなっていうのもあって、でもこう僕のこうお願いしますっていうふうに、まあ、納得してくれて、今も、まあ、まあ半日だったり手伝いもしてくれたりしてるので、もうやって、そして今まだ3年 ?4 年3年3年目ですね、3年目か、はい、どうですか、続けれそうですか、続けれそうですね、ああそうなんだ、はい、まあ楽しいですね、まあ、前の仕事も楽しかったんですけど、こう生きてる実感というか、ああより湧く、はい、湧きますね、あの特にやっぱり外で仕事する商売なんで、こう、まあ、雨降ったり晴れたりして、うん、あと体を動かして汗かいてっていう、はい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 、やっぱりこう、働くって感じだ、ほんまにね、本当人間の労働じゃないですけど、やっぱり達成感もあるし、やりがいはやっぱり大きく感じる部分がありますね、はい、ザ・働くやもんね、そうですね、もう絵に描いたような、そうですね、だから最初、朝苦手なんですけどやっぱり農家さんって早いじゃないですか、朝、まあ、それがやっぱり最初辛かったですね、やっぱどうしてもこう夜遅く寝るっていう仕事をしてたんで、あ、そうか、もう真逆ぐらいですね、そうですね、リズムをこう最初直すまでが一番こう苦労したというか、大体何時ぐらいですか、基本、まあ、大体5時とかですね、今まあだんだん朝まだ暗い時間帯も5時半とかによってもね、夏場とかはまあ仕事が立て込んでたりすると、まあ、4時半とかそのぐらいからまあ、みっちり外で仕事をできる明るい時間帯はしたいっていう、仕事にかける思いと、はい、まあ、この郷土、やっぱり地元に、はい、地域にかける思いっていうのを、もともとやっぱり今の僕らの世代は、うん、こういう農家っていう文化の中に、うん、やっぱり昔僕らの上のお父さんお母さん世代はやっぱり人数結構いましてやったんですけど、なかなかどうしても減ってきてる状態で、ただその中でやっぱりこうやる貴重
さというか、うんうんうん、やっぱり今体験できることっていろいろやっぱあると思っていて、うんうん、で僕らのさらに下の世代、子供世代、そのまた孫世代とかなってくるのに、自分がやっぱり素晴らしいと思った職業なんで、うんうんうん、未来につなげたいっていう思いがやっぱり一番にあるので、まあ、そこは本当に、まあ、地元の人、僕もいろいろ分かんないことがあったら、地元 その農家さんだったり、実際に会って話を聞いて、でやっぱり聞くとみんな本当丁寧に教えてくれて、こう喜んで教えてくれるんですよね。なのでやっぱり本当に農家さんってあったかい人が多くて、そういう文化って、まあ、仕事以外にもそういう人間味のあふれるやっぱり職業だなっていうのが、めっちゃわかりますよ。話ちょっと教えてごめんなさい。いや、僕めっちゃわかりますよ、それ。そうなんです。農家さんって本当にいい人多くないですか。はい。そうなんです。僕も入って本当に。そうですよね。だから、やっぱり違う世界を見てこられたんで、はい、いろんな業種やいろんな人も見てきたと思うんですけど、はい、僕もまあそうなんですけど、はい、これね、日本の特に農家さんって、はい、やっぱりね、心あったかいというか、すごくいい人間味あるっておっしゃられた。はい。すっごい多いなと思うんですよね。本当そう感じるんですよね。でやっぱ実際に本当そうですし、なので本当に今そういう、 こう人間のもともとのこう本質というか、そういうものも農家からやっぱり引き出して、自分も引き出してもらってるんで、あ、やってもらったから恩返ししようとかっていう気持ちも生まれて、なのでやっぱそういうのを、自分の子供もそうですけど、子供たちにそういう日本の良さというか、その地元の良さっていうものを、まあ、ちょっとこう未来に広げていきたいなっていうものがあるんで、いろんなやっぱり今の当たり前の農家のこうやり方じゃなくて、やっぱりもっと興味を持ってもらえるような、やっぱりやり方もちょっといろいろ考えて、農家だけじゃなくてもいろんな職業の人ともまあコラボレーションしたりとかやっていけたらなっていうのが、ね、なるほどね。イエイ農業、農家さんっていうのはやっぱこう、常に自然と一緒に向き合ってられてるから、その自然体の人間というか、その人間が本来あるべき姿みたいな人間味ある人たちが育まれていくんでしょうね。まあそれはあるかもしれないですね。だって地域性とかよく言われるけど、どこの地域ってやっぱ農家さんとお会いしてても、いい人ですよね。だからやっぱりそれは地域を超えたやっぱこう農家さんという人との、ね、はい、中で、うん、あ、こういう人たちがやっぱ育まれてくるんやなって思うと、はい、あ、やっぱ農業ってのは絶対大事なもんなんだなっていうのを改めて感じるなっていうのを思いますよね。はい、でも農家さんっていうのは特に今の若い子たちは従らないんかな、やっぱり従らないですね。ただ興味はなくはないんですよね、いろいろ聞くと。要は栽培を教えたりすると、はい、そうなんだって結構興味深く、小学生とか特に食いついてくれるので、はい、すごくなんかあの、はい、そうなってくるとやっぱりなんかこう自分のやりがいを感じるというか、こうもっと良さを分かってまいりたいなっていうのがやっぱりあって、で興味はなくはないけど、仕事ってなるとあ、まあね、やっぱり違うんでしょうね。そうですね、はい、人生かけてこれをってなった時に、うん、でまた簡単なもんじゃないし、そうですね、はい、確かにな、うん、同じことしてて同じだけの給料もらえる方またそうじゃないしね、そうですね、はい、そうですね、そこが本当に難しいところであって、現実的にはね、はい、でもそれだけ自分が頑張った、頑張った分だけまた結果が出るときは、そうですね、それだけの結果もいただけるしね、はい、そこなんですよ ね、 やっぱり結構言われてるのが、農家はやっぱ働いた分だけ、こう手をかけた分だけやっぱり戻ってくるよって言われてて、実際そうだなと思って。なるほどね、うん、面白いですね、鏡みたいなもんですね。そうですね、本当に自分の鏡がないですね。そうです、そうです、ごまかし効かないですね。なんかこう今の時代って器用な世の中になってきたから、やっぱごまかしって聞くじゃないですか、はい、そうですね、バイトしてても、はい、例えばちょっとサボろうと思ったら、そうですね、ちょっと隠れたりとか、そうそう、いい顔してサボろうかとかあるじゃないですか。そうですね、やっぱちょっとやっぱ人間なんで思っちゃいますもんね。そう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 、どうサボろうかとか、そうです、それ僕も思うし、みんな思うと思うけど、みんなやっぱ思うんですよね。農家さんの場合ってそれをすると、はい、もう、そうです、もろに出てくるんですね。もろに帰ってくるんで僕も何回か経験したんで、ね、あ、ちょっと疲れたから今行かなくていいかなと思うと、うん、もう作物が病気になったりとか、なるほど、やっぱり本当にごまかし効かない商売っていうのは確かに言えますね。だからまあそういう意味でも本当にある意味やりがいはあるんだろうなと思ってね、はいはい、でちょっと最後にですね、
お水さんがやっぱ帰って今来られて、はい、今携われてて、はい、感じる課題、はいはい、現実的なことを言うと、うんうん、もう課題というか、あのやっぱり農家って機械貧乏って言われてて、うん、本当に、まあ、トラクターは一番まあ使う機械であるんですけど、うん、まあ、お米でいうとコンバインとか、うん、はいはいはい、コンバインだけじゃなくて、まあ、乾燥機、お米を乾燥する機械、あと揉みをする機械、調整する機械ってもう4つぐらいあるんですけど、まず買う機もそうなんですけど、やっぱり値段が本当車いいベンツ買えるんかぐらいの、まあ、800万900万とかいうぐらいの値段で販売されている中で、やっぱり今正直お米じゃ元取れないんですよね。なので本当にそこをどううまくこう切り盛りしていくかというか、まあ、機械はでもどうしても必要なものの中でもっとこういい方法があるんじゃないかっていうところで、結局まあそこで経営破綻してしまったら、農家は続けられなくなったらもう元も子もないと思うので、やっぱそこをまあ自分一人の力は絶対無理なので、今この少ない中だからこそ、やっぱ地元の仲間、まあ、同じ農家の仲間と団結し合ってグループを作って、まあ、機械を貸し合ったりして、一人昔だと1農家に1機械が当たり前だったんですけど、今それじゃやっぱりなかなか厳しいので、やっぱりそういう共同で使ったりとかして、自分の負担をなるべく少なくしていけば、もっとこう魅力的な農家というか、そこを自分たちが知ってるだけじゃなくて、やっぱり外にこう向けて発信していかないと、今後の農家も厳しいと思うし、まあ、あとこうだんだんこう農家も膨れ上がっていくのが楽しみでもあるので、そこをやっぱり今後に向けていろいろと、まあ、農家の魅力ないし、やっぱりそこの良さをどんどん伝えていければなっていうのが今後に向けての、はい、ちょっとあんまりいやいやいや抽象的すぎて、いやいや分かりやすい、はい、ありがとうございました、はい、いや、なんかこう皆さんのこうなんか人間味に触れれて、はい、いや、良かったなと思います、はい、あのではですね、はい、早速あの皆さんの方からですね、はい、あの次 の、はい、この地域をつなぐバトンリレーということなので、はい、この 農業編、はい、農家編ということで、はい、皆さんの方に地元の仲間をですね、はい、ぜひちょっとおつなぎいただけたらと思うんですが、はい、ちょっと今からこうつなぎいただく方をちょっと簡単にご紹介いただけたらと思います、はい、お願いします。長谷川優也さんという方で、はい、まあ年は僕よりも若いんですけど、農家入ったのは僕よりも先に入ってて、で僕以上に、まあ、またジャンルが違って、うん、まあ、野菜を中心に、まあ、作られていろんな野菜を作ってまして、まあアスパラだったり、あとまあトウモロコシもそうなんですけど、まあ、いろんな多種にわたる野菜を作ってて、うん、でいろいろ詳しい、野菜にも詳しい、なるほど、農家でなかなか熱い人間なので、いいっすね、それが大好きです、はい、っていう形ですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではですね、早速、はい、ここからですね、はい、あの長谷川さん の、はい、あのところにですね飛んでいきたいと思うんですけども、はい、ちょっとですね、まあ、座らせていただいてますので、はい、ここに座っていいんで、はい、はい、はい、ではですね、長谷川さんのところ、はい、飛んでいきたいと思います。はい、では行ってきます。行ってきます。せーの、はい。